ちょっとじゃあ出直してきます。謙虚。今回のゲームルは未公開特別編、泣く泣くカットしたシーンを一挙に大放出しちゃうぞ。ちなみにほぼカットだからねここ。さらに取れ高ありすぎで全カットになったチキンド診断の後半戦もお届けします。張り切っていくよ。まずは林道くんと東道くんの回。本編でも未公開域が予告されてたシーンがあったよね。これね、多分なぜ未公開域となってしまったのか、その経緯からご覧ください。この日はマラカスをシェイクする音楽ゲームサンバデアミーゴをプレイ。ゲストの2人はバテることなくハードモードを踊り切り高得点をゲット。せっかくゲストが頑張ってくれているのに、この2人が取った行動はというと、じゃあもういいか、いい数字見れたしね、まさかのサボり、サボりです。レギュラーとしてあるまじき行為、当然スタッフは許しません。やったー。でもどうせカットじゃん。カットしないって。本当に信じなよ。大丈夫です、多分オンエアじゃなくて、あ、あれだ、未公開域だ。なんやかんやで葉っぱをかけられたレギュラーはハードの上のクレイジーモードに挑戦。やるじゃん。まあ予想通り未公開域でしたけどね。お、かっこいいとこ見たいな。頑張れ。相性チェックやるんだ。相性チェックだ。じゃないですか。伸びしろしかないってね、あの下手な時に言うんだよ。ゴリラのモノマネがおすすめです。よっよっ、はい、あれおすすめらしいです。満足満足満足か、お二人かわいいよ。かわいいです。松海くんは華麗に踊るよりウホウホの方がお似合いですね。さて次はプティ君、アルス君とのオープニングトーク。理不尽に MC に選ばれた松海君でしたが、実はいろいろとやらされてたんです。 MC 決めてもらってもいい？ MC よね、2人で話してあいよ、うん、決める感じ。うん、まおちゃんでいいんじゃない？じゃん、話し合ってないよ。もう決まってるじゃん、もう、うん、
じゃあもうマジちゃんでいい。いやいや、ヨルミの方がしっかり回してくれるけどね。なんかアピールないアピール。え、アピール？できますってこと？どういうこと？何アピール？できますでもできませんでも。あ、なるほどね。じゃあ松貝さんから。僕は今日朝からサンドイッチも食べてお腹いっぱいで、いっぱいだね。頑張れるなこれ。眠いから一番エネルギーある子だ、うん、多分真ん中に座ったら寝ちゃうんだよね。みんなの会話拾ってあげれないな。で今日はなんかこの収録の前に、うん、実はボイス2個取ってて、うわだもう喉が来てて、いやでも逆に温まってるんじゃない。そうだね、一回の喉が死んでてるよね。うちはもう寝そうだけどね。だからちょっと今日が上かも。ガラガラだ。ガラガラだ。ガラガラ。決まった？うんうん。もうちゃんで。なんだ。マジこのくだり何だったんだよ。何やらさ。ちなみにほぼカットだからねここ。あれだよ、告知で使われるとこだよ。ほぼカットとか冷めたこと言わないで。毎回全力でしょ。私のように。おーす。アルス君のタレコミ。今回もいつものマネージャーさんからのタレコミが来ております。こちらです。何でも笑ってくれる聞き上手な方なので、打ち合わせで通話するときは時間を決めないとマネが永遠にノンストップで話してしまう。え、なんかいいやつやん。あれあれあれ、こういうのじゃないんだけどな、求めてるのは。普通でよかった。逆にうんうんしか言ってないから話し合いになってないじゃないかこれ。赤べこやいつは言ったわけ。うんうんうんって。そんなに話すんだマネージャーと。なんかね、結構ゲームやる方ね、同じゲームやるから一緒にゲームやってる。もしかしてそれはやってない。あそこまでじゃマネージャー傷つくから今の。それはやってない。最近何のゲームやってるとか話する。え、どこいいな、いいな。マネというより友達だねこれ。なあ、ママだよママ。ママ、うん、世話してもらってんだ。そう、お世話してもらってる。ありがとうございます。いつもねお世話してもらってありがとうございます。アリスがすくすく育ってます。うん、すくすく育ってます。お菓子与えてあげてください。続いては小野町旅館で撮影した小野町くん、空星くんの未公開トーク。超がつくほどゆるゆるな空間です。寝ちゃダメだぞ。何、なんか気になるのあるかな。気になるのありますか。一日上機嫌なもの、なんかおばあちゃんみたいなこと書いてある。え、でもさ、これよくない。肩たたき券10回とかさ。結構ね、私配信の勉強がてらマッサージ屋さんとかに行くことがあるんだけど、うん、まあ最近ちょっとねいろいろあって行けてないので、もしもらってみんなからね肩たたきをしてもらえたら嬉しいなって。いいの。肩たたき、肩たたきじゃあ5000円ね。高い。まおちゃんの手は気持ちいいからね。そうそう、うん、得意だから。そうよくやってんのね、うん、メルカリで売ろう今日から。マッサイマを肩たたき券5000円、手書きで書いてね。いいね、貼った貼った。それは多分速攻で売れるな。ゲームキャラに例えるとギャルゲの負け嫌い。ちょっと負け嫌いって。いやでもこれに関しては自分でも思いつかなくて、いや家族に何かあるって聞いたら、これ妹から出たんですよ。そうなんですよ、妹からなんかこんな感じあるって言われて。叶わぬ恋ってこと？なんですかね、ドアが開いてもなんか正規ヒロインに勝てない雰囲気でも妹は感じてるんですかね。キラメにね、主人公にはなれないんだ。勝とう勝とうね、運命をねじ曲げる。ねじ曲げるしか運命をさ。続いては東堂くんの未公開トーク。テーマは永遠の論争、アイスクリームのチョコミント味について。じゃあ触れていきますか。なんかありますかね、気になるもの。チョコミントなんだっていうか上機嫌なもの。え、かわいい。そうですね、いや、かわいいけどチョコミントはないよ。あ、まーちゃん、あ、え、チョコミントじゃあ嫌いな人。え、ちょっとじゃあチョコミント美味しいよっていう方挙手で。あ、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 あれ、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 あれ。いや、あの、美味しいよって、まあ美味しくは食べれるけど好きかって言われたら普通。
でもなんでダメですか、じゃあチョコミント。歯磨き。それは違うんです。あ、歯磨き粉がミント味なのであって、チョコミントは悪くないじゃないですか。そうですね。はい。小さい頃に歯磨き粉がなんか大人用の使わされてて、それがミントの味してたから。歯磨き粉が悪いとかチョコミントが悪いとかじゃないんだよね。そうだ、同じ味だから。そう、例えが浮かんじゃうんだよ。なるほど、うん、ちょっとじゃあ出直してきます。謙虚。なんだこれ。さて、お次は約束通りお見せしますチキンド診断後半戦。未公開となったご褒美勝ち抜けマッチの前に、まずこちらをご覧ください。じゃあ真央ちゃんに、うん、卑怯ワニナンバーワンをつけたいかな。待て待て、卑怯だ。なぜ松海くんが卑怯ワニになってしまったのか、注目してご覧ください。さあ、ここからこの企画で遊んでいきたいと思います。はい、目指せハイスコアご褒美勝ち抜けマッチ。はい、ルールの説明させていただきます。はい、魂で遊ぶモードで1人1プレイで交代していきます。はい、好きなゲームを選択して大丈夫なので、あ、その代わりワニはいけないですよ。ワニ以外の、ワニが一番簡単なのに。簡単なんだね。はい、じゃあワニ以外の好きなゲームを選択していただき、最高得点取れた順からご褒美ゲットになります。気になるご褒美の内容は何だろう。何？カステラ、プリン、バウムクーヘンなど卵スイーツビュッフェになります。プレイする順番はこちら。いち早くご褒美をゲットするのは一体誰なのか。誰やるの？私やったことないやつ行きたいな。なんか幽霊みたいな感じの。幽霊みたいなやつと。これ私これかな、やっぱ幽霊。うん。ふんふんふん。そう、これで行くわ。うん。天空の鳥魂。え？めっちゃむずそうなんやけど。飛び。え？逆に簡単かも。いや、数ある中でむずいって。うん、じゃあ、トドロキ先輩は？私もちょっとやってないのやってみたい。なんかね、うん、見てないのがね。爆弾やってない？もしかして。爆弾、あ、これ確かに、これやってみようかな。これ行くか。爆発寸前で爆弾を止めろ。うん、あ、体内時計みたいな感じだね。なるほどね。うん、自分の時計を信じる。体内時計ね。体内時計。8、7、6、5、4、3、2、1。全然あったわ。え、これどんな本なんだろう。あれじゃない、1秒台だったら結構。ああ1秒台だったらいいのか。いや、欲しいな。まおちゃん、どれくん全部見た？もう一旦もう一旦か。見たかもね。じゃあうちこれいけると思うんだよな。お、あー、ほう、ほんと、これ2回目だ。さすがに、さすがにね。さすがにできないとあれか。なんでそんなハードル上げたよ。1回やってるんだもんね。いけるいける。でも、あ、今日何食べる？まーちゃん、8、7、6、5、4、3。あー、あれ待って、さっきよりダメなのはないよ、ほんとに。さっきの時はさ、みんなさ、よしよしって言ってたのにさ、うちがやる時だけさ、何食べたーとか、いつだから数字言うしさ。いや、ほんとダメよ。さっきよりダメなんだから。終わってるって、こいつらは。じゃあうち、そうだよ、これか、これか、これ。それいけるよ、やってみてよ。それやってみてよ。いや、マジでむずいから。マジむずい。一発成功で多分これ9000やな。うわ、いや、これ分かった、なんかいけそうだった。もうなんかワンちゃんいけそうな気がする。これいこう、これ、うん、もうちょい早くでしょ。うん、そうだよ、もうちょい早くでしょ。いきます。ということで、少年に飛び移るミニゲームを果敢に攻める4人ですが、そうそこを戻る。ゆりならいける、いける、いける。いや、ふざけたやん。諦めたやん。諦
諦めの全員マイナスでマックスを取っちゃう始末。一旦諦めて他のミニゲームでプラスのマックスを目指すことに。あ、それありか、うん、あ、これ行こう。衝突ギリギリ見てないかもね。見てない。お互いだよね多分これ。うん、ブレーキを踏む。ちょっと滑るんだよね。あ、そうだね。あ、これ何それ。何これ、怖い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 。え、どういうこと。え、あ、お互いお互い近づいてるよ。ぶつかるようにってこと。え、どんぐらいいく。人は何なのそれ。あ、むずいね。むずいわ。ギリギリじゃなくてタイミングやね。うん、いや、どれだ。これはね、いけそうだ ね。これいけそう。いっとく、いっとく、これいくわ。うん、任せてほしい。これ多分倒したらいいんだもんね。そう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 。結局またに逃げる選択肢が頭を散らすかもしれない。おー、いい、いいよ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 、ね、一発目から痛いな。6だよ、もう半分。お、集中している。おー、いいよ。いいよ。あ、これもうあれ出さないと赤いライン。外れてたね。え、すごい。でもすごい。すっごい。じゃあ C の先輩9999で B 比獲得。いやー、やー、これ私だけ。あ、今とこで、今とこみんなクリアするもんね。そうだよ。なんで自分だけだと思ってんだ。なんで私だけかと思った。え、じゃあいただきます。うん、何でも食べてって。いいな、美味しそう。あ、じゃあちょっと早くゲームしてもらっといていい。食べたいから。うん、ちょっと食べないと。え、私でもなんか、まあ、これいいな。うん、うん、これ早めに行かないと全部食うぞあいつ。なくなるよ、なくなるよ。やだ。シーナ君に負けじとゲームをプレイする3人ですが、何度プレイしても全く高得点が見込めない展開に。え、マジョ。そんなこんなで収録時間はあとわずか。このままじゃ全く取れ高ないんですけど。ばあちゃん、もう時間がなくてさ、もうあと1回ずつなんだって。あ、なんとスタッフが最近ワニいいよって。え、いいの？うん、え、ワニいいの？ワニいいよって。ワニ。ワニか。ワニ2で行くんだ。ワニか。ワニ2頭で行くんだね。こんだけって失敗したら超恥ずいんだけど。いや、もうこれ余裕だよね。ワニだね。余裕だよね。簡単すぎるよね、こんな。超集中しちゃう。え、ほらほら、大丈夫？あれ？あ、一気に来たよ。あ、うわー、うわー、ブリン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 。え、いいんですか？ブリン食べて。いいね。やっぱワニか。やっぱワニ最強ゲームなのか。ワニ最強。しかしこの後ヨルミ君もトドロキ君も簡単なワニで失敗。ワニを解禁したのはスタッフだし、他の2人は普通に失敗しているし、卑怯呼ばわりはちょっと理不尽な気もするけど、まいっか。卑怯ワニナンバーワンの称号とご褒美ゲットの松貝君なのでした。あ、ゴーセロワー、怖い。今回の未公開はここまで。皆さんいかがでしたでしょうか。次回は通常回、いつもの3人でお出迎えします。